私の、総選挙への出馬はございませんと。小池知事は昨日、民進党の前原代表と会談を行い、改めて国政への出馬を否定しました。やはり私が最も許せないのは現行の不一致、私から見れば全くと言っているほど果たされていなかったのは、まあ、私にとってはやはり政治家として許容できることを超えていたと。一方、音喜多都議と上田都議は昨日、小池知事が特別顧問を務める都民ファーストの会に離党届を提出し、記者会見を行いました。2人は離党の理由について、情報公開の不徹底や小池知事の政治姿勢などを挙げ、今後は新たな会派を設立し、無所属で議員を続けていくことを明らかにしました。公約にあった情報公開、これが不十分なうちに国政政党の選挙に力を尽くすような状態は、私は順番が逆であると思います。都知事には都民にお約束をした情報公開をはじめとする政策を、まず都政から足元の都民ファーストの会から実現していただきたい、そのように強く願うものであります。番組では音喜多都議の声を都民ファーストの会にぶつけてみました。荒木さん、東京 MX の福田と申します。この後、皆さんと一緒に考えます。さあ、今回のニュースオリック、テーマはこちらです。ドン、音喜多都議、そして上田都議が離党しました、はい、小池都政の評価はということで、改めて特集していきたいと思います、うん、はい、小池都政発足からおよそ1年2ヶ月、もう1年2ヶ月経ったんです ね、 早いですね。一部では、まあ、成果らしい成果を上げていたいと批判の声も聞こえてきます、まあ、昨日は、ね、動物の殺処分ゼロの問題などでは小池都政になって成果もありましたよね、なんて話もしました。でも情報公開の部分に関しては、果たして本当に期待していたほどやっているかなというところで、ちょっと振り返ってみましょうか、はい、こちらです。ドン、小池都政主な動き、まあここですよね。まずは都知事就任して、はい、豊洲市場の問題に手を入れました、うん、移転延期を表明です、で豊洲市場の盛り土問題が発覚、はい、都の調査チームが五輪の見直しを提案でしたね、そして知事給与半減2900万円、全国の知事最小の1450万円に、なりました、そして東京五輪400億円コスト削減を発表と、一部では内訳が予備費と環境投資の削減で結局都の借金という批判の声もありました。で、各会派の要望を反映させる政党復活予算200億円を廃止、これは、まあ、まさにしがらみを取っ払っていくんだということで、古い体質を変えようという、まあ、改革姿勢が見えました、一方、豊洲市場からは基準値79倍のベンゼンが検出された、都民ファーストの会発足後に代表へと、でこのあたりはもうかなりの、風が吹きました、小池さんも変えて、でそして、まあ、都議選でも大勝するわけですよね、で、まあ、環境施策の一環として LED 普及を推進したり、殺処分ゼロ達成を発表したりするなど、一方市場移転問題に対する基本方針を表明する中では、かえって築地市場の皆さんを、まあ、分断させてしまうことに拍車をかけたのではということもありました、はい、さあ皆さんどう感じますか。そうですね、この、まあ、オリンピックの問題だとか豊洲築地の問題についてはまだちょっと仮定なので、何とも言えないんですが、小池さんのその何ですかね、キャッチーなものに対するその政策、実現能力っていうのは、上手だなと思った。ここに種があるなと思ったら、さっと、花をパッと咲かせようとする、でもその花がどういう花なのかはまだわからない、一方昨日離党届を提出して今週水曜日番組に電話出演していただいた音喜多都議、次のような点を疑問を投げかけていました。こちらです。ドン、まず2017年4月都議選で都民ファーストの会は圧勝して第1党になりましたと。で翌日小池知事は代表を辞任しました。これについて音喜多都議は、当初は風通しの良い運営だったが、選挙で大勝してから途端に意思決定がトップダウン、内部議論も行われなくなったと言っています、はい、まあ、小池さんから野田代表に当時変わった時に、直後に音喜多さんどういうことですかって僕は連絡をしました、そしたら私も知らなかったんですと言っていた。当時は幹事長ですからね。さあ次です、こちらです。ドン、2017年9月、荒木都議代表就任、党代表の選出の仕方、小
これについて音喜多都議はいつどこで誰が何を決めているのかわからない、まさにブラックボックスだということで、まあ、党員選挙などがあったわけではないんですよね、はい、でなぜ荒木さんだったの、うん、一昨日の電話出演でも聞きました、正直わからないという話だったんです、はい、そして次がこちらです、2017年9月末希望の党発足、小池知事が代表になりました。国政政党の代表、これについて音喜多都議は知事に専念するという理由で都派の代表を辞めたにもかかわらず国政政党の代表になったということで、これは全く整合性が取れてないじゃないかという声だったわけですね、はい、でそして昨日さらに離党届を出した直後に改めて音喜多都議に聞いてきました。音喜多さん、モーニングクロスです、はい、あ、どうもお世話になります。先生ありがとうございます。どうでしょう、出て以来反応というのは。まあ、そうですね、まあ、もちろんもう少し長く頑張った方がいいんじゃないかという声もありますけども、まあ、今回いい決断だったと後押しする声もたくさんいただいておりますので、自分の信じた道を行きたいと思っています。どういった話を中でされてたんですか。まあ、最後ですので、お互いその恨みっこなしというか同じ方向を向いてスタートしたわけだから、今後も協力できるところは協力していきましょうというお話をさせていただきました。今後はもう都議会の方に専念するということですか。はい、もちろんですね、私は無所属の都議会議員として東京大改革のために頑張っていきたいと思っています。小池さんに対して意見をしていくという話でしたんですけど、はいはい、その会派ってどんどん増えていきそうですか。いや、まあ、我々は別に声をかけて出たわけではありませんので、将来のことは分かりません。まあ、いろんな可能性はあると思います。はい、堀さんは非常に報道の自由というのを大切にしている方ですので、多分私の気持ちも非常によく分かってくださっていると思います。今後は自由な立場からさまざまな情報発信をしていきたいと考えています。あ、別にいいです。一言は別にお互いそれぞれの件まで頑張れる、いや、我々音喜多議員に、はい、まあ、聞きましたよ、で音喜多さんああいうふうに言っておられました。で、まあ、ただ、まあ、これ一方的な意見です、はい、はっきり言うと本当っていう部分もあります、で音喜多さんそう言っている、じゃあトファはどうなのということで、トファにもやっぱり聞きたい。そうですね、小池さんにも聞きたいですけども、現代表は荒木さんですから、そうですね、メールでですね、まず取材申し込みをしました。するとこうです、ドン、都民ファーストの会事務局返答なし、梨のつぶて。これを見るともう悲しいですよね、はい、ここ東京都のお膝元の放送局、ぜひ答えてほしいなと思ったんですけども諦めませんでした。都議会の終わりに都民ファーストの会の荒木代表を直撃しました。荒木さん、東京 MX の福田と申します。はい、音喜多議員のことについてちょっとお伺いしたいんですけれども、なんと荒木代表がカメラの前で答えてくれました。単独取材です。実際結構メディア規制があるとかそういうお話あったじゃないですか。実際その辺いかがですか。出ていただいて、はい、いや、私新人議員ですけれども全然規制があるとは思えないですし、まあ、みんな各議員答えているので、はい、ないと認識しています。はい、1個だけ、はいはい、今回2人に移動さ、はいはい、されたじゃないですか、それについてはいかがですか。そうですね、同じ政策を掲げて戦ってきて共に活動していたので、まあ、残念に思っています。はい、また音喜多都議が話をしていた協力については、お互いその恨みっこなしというか同じ方向を向いてスタートしたわけだから、今後も協力できるところは協力していきましょうと。音喜多議員からは今後も一緒にやっていけるのかやっていくみたいな話、いろいろとお話をさせていただきました、というぐらいのお話ではあったのですが、いかがですか。納得いただけましたでしょうか。皆さんすみません。何ですか今の。何ですか荒木さん、はい、もうちょっと答えていただいてもいいんじゃないですか。です、本心を、今の、まあ、でもどうですかね、まあ、どうご覧になりましたか。いや、 やっぱり敵を作って今まで一緒に来た人を敵に回して戦っていくという手法は音喜多さん小池さんから学んだんじゃないですか。確かに、まあ、それはあるかもしれない。同じやり方ですよね。確かにそれはあるかもしれない。それでまた彼がクローズアップされるわけだから。まあ、荒木さんの言い分では、いや、そのメディア規制なんかありませんし、自由に発言もしてますということでした。森さんはどうですか。やはりこの、まあ、ありませんって言っても
いやそうじゃないんじゃないかなっていうのがどうしても、うん、あの今までの流れで感じられるところですよね。そうね。岡松さん、前田さん、実際どうなんですかね、その55人でしたっけ、うん、そのトファン都議っていうのはメディアに出てるんですかね。あんまり出ていらっしゃらないんです、ね、なぜなんですかね、うん、っていうことということになるんですよね。だから荒木さんももうぜひ、いや我々の番組はもう文句を開いています、うん、もうどんどん言ってくださいと、ご自身の主張を使ってくださいと、でそれをもって都民は私たちは判断したいんですということですから、まあこれからも引き続き呼びかけを続けていきたいんですが、うん、都の専門誌都政新報によりますと、アンケート調査、小池知事の1年について、職員に聞きました。小池さんは 46.6 点、舛添さんや石原さんはこのような点数だったわけですけれども、うん、さあどういう小池さんの判断になるんでしょうか、はい、今後にも注目です。以上、ニュースオリックでした。